毎日はおかげさまでできている。私たちは自分が何かを成したときに自分の実力だと思いたがります。すべてのことは全部自分の努力と頑張りによるものなのだと思うように教え込まれてきたからです。しかし、どうも自分の努力や頑張りでは到達しえない世界があるようです。その世界というのは、四次元的なもの、私たちの手が届かないものなのかもしれません。生まれる前にはそうした四次元的なものと関わりがあったのですが、生まれた後には三次元的な肉体的な存在として、その世界との約束は忘れてしまいました。しかし、少しずつ思い出す方法があります。それは自分の実力や力によって物事が成り立っているのではないと考えることです。すべての出会いに感謝をし、すべてのことを喜び、自分の力などはどこにもない、全部おかげさまだと思いながらやっていくという方法です。そのように考えて生きている人は謙虚に生きることができます。うぬぼれずに済みます。ですから、運命好転という話も、基本的には自分の頑張りや努力によって何かが成り立っているのではないということに立脚しています。努力して頑張ればいいのではなくて、神様に好かれる方法論とでも言ったらいいのでしょうか。四次元的な方たちを味方にする方法、その方たちに味方になってもらう方法ということになります。